はい、こんにちは、ブルーホースです。本日もね、やっていきましょうか。バイオハザード4ということで、前回はね、もうちょっとなんか謎に村長に相変わらずね、ちょっと僕村長苦手なのかもしんない。ちょっとビトレスさんにメンデスさんにさ、ぶちのめされまくっちゃって、もうちょっとほんとお前相変わらず下手くそだなっていうようなプレイをお見せしてしまったんですが、まあ、ぜひね、そんなブルーホースでもあなた大好きだよっていう方はね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してからね、動画最後までご視聴いただけると嬉しいです。まあプロフェッショナルをね、基本的に普通にプリアしていく、クリアしていく道具もうダメだ。もう収録しましたがいいのかな。なんかもうすでになんかいろいろズタズタな感じの動画になっちゃってるんだけど、まあそういうね、カミの動画もね、なんか愛嬌があって楽しそうだからいいわーっていう方、ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押してね、応援しながら動画最後までご視聴ください。なぜ同じことを2回言った？大切なことだから2回繰り返して言ってみた。Welcome! ということで、ここでね、アイテムを一新していきたいと思います。まずはいらないハンドガン。と、あれ、ハンドガンだけだったっけ、売れるの。あ、ハンドガンだけだった。あ、これ、アイテムスペース大丈夫かな、大丈夫だよね。アタッシュケースが新しく大きいものにできればいいんだけど、ああ、よかったよかった。アタッシュケース L にできるんだったらそれで問題ないですね。で、ここで僕が好き、違う、買わないよん。好きなブラックテイルと、そう、これね、連射速度が速いんだよね。だから、威力が一発その 6.0 だったか 6.5 までできるレッドナインが好きっていう人もいるけど、僕はもうちょっと連射速度が速い方が、相手をやっぱストップさせられたりとかもするんでね、ちょっと待ってね、アイテム整理をしとかないと、ね、左下のところにね、もう一つ必要な、ね、武器がね、舞い上がってくるもおかしいな。まあ、舞い降りてくるということでね、まあ、購入していきましょう。なんかちょっと気にならない。オッケー、この武器。卵ね。卵。やっぱ全卵の卵は大事っすよ。オッケー。で、こいつをゲットしておいて、チョギン。よし。マインスロア。マインスロアは、ラストパートで買う予定にしてます。サドラー戦でね、すごい役に立つんでね。まあ、ご存知の方はご存知かもしれないけど、多分前回もそんなプレイしたんじゃなかったっけな。今相談数を上げるのはもったいない。ショットガンは威力は上げておこうか。ちょっと、パーツだったっけこれ、なんて言うんだったっけな、パーツの綴りじゃないもんね。それおかしいよね。まあいいや。OK。じゃあ、進んでいきましょう。ちょっと待って、手持ちがなくなった。早速ですね。新入りにちょっと暴れてもらおう。装填。で、新入りに暴れてもらうと。じゃ進んでいきましょう。まあ、城の、ね、内部に侵入して、どこまで進めるのがいいかな。サラザールにお会いする手前、お会いするっていうのも変だよな。まあ、ね、20歳に見えない20歳に会いに行きましょう。20歳に見えない20歳って。さあ、続きをやっていきましょう。まずはね、あそこで見張りをしている。一発目外すってなんかちょっと景気悪い。ドゥーン。あれ味方死んだ。まあいいや、俺の、うえぇ、そうだ、おっそー。ちょっと待って、なんか、今日パソコン重いかもしんない。重いっていうことは、ちょっと、予想だにしない動きが出てくる可能性があるな。どうしようかな。まあでも、やっていくしかないよね。見える？見えるね。ここまで届かない。ね。よし、オッケー。で、もう一体。ドゥン、よし。大丈夫だね。で、装填して、行きましょう。アイテム回収、アイテム回収。ここで必ず出てくるアイテムもあるからね。焼夷弾が必ず固定で出てくるアイテム。あとはまあ、なんか、なんだろうな、適当なのかな。あれ？一発で2個壊せないっていうね。よし。で、もう1個、ふい、ドゥン。オッケー、よし。さて、進んでいきましょう。で、上で、なんか、ね、前回ノーマルでやったときは、なんか、3箇所とかあったはずなんだけど、3箇所なくて2箇所くらいしか確か投石機がなくて、今回はまあ、多分3箇所ともだと思うんだよね。こっちめちゃ飛んできてる。はい、爆発。これがさせれれば OK で、あいつは後にしようか。先に投石機破壊する方が先だね。よし。で、いた！あ、危ねえ！危ねえ！危ねえ！で、狙って、あ、ちょっと待って、早えな。よし、撃った！やべ。壊せてる。あ、倒せてない。やべ、逃げろ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 。おぶろ、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 ぶろ。ちょっと
透析機の想定早すぎない？よしよし、ちょっと待って、おー、またぶっぴろげー、くそ、ここで死ぬってもうど素人じゃねえかよ。うわー、うわー、やられたでゴンス、キャー、くそ、どれ、もう新しいチャプター来てさ、前回のパートでボッコボコにされて、もうなんかすごいへこんでたのに、もう本当に幸先悪いわ。うわ、やらかしたわ、マジか、仕方ないよね、もうどうしようもねえわ。うわ、もうちょっと、うん、いや、もう何も言うことはない、もうただただシコシコとやっていくしかない。シコシコとするしかないわ、ほんと。シコるしかないわ。みんなもやる？くっそー。まあ、所詮私のプレイスタイルじゃないや。プレイレベルなんてこんなもんなんですよ。そんな、あなたが好きだよっていう方はもうほんと、ハグしてあげる。おいで、今すぐに頭なでなでしながら、お尻にチューしてあげるからさ。よし。で、こいつ、こっから狙えるのが一番楽なんだけど、無理だよね。無理だよね。これ、ライフルでやらない方がいいのかな？それと、こっち、あ、そうだ。じゃあ、こっちに来ておいて、で、とりあえず、君から、ふい！よし、オッケー。生きてる？死んでたね。で、ここから、オッケー。よし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 。向こうはできねえんだよな。ちょっと待ってよ、お前そこに着弾すんのかよ、下手くそかよ。逆に、いや、もう逆にうめえな、くそもう回復アイテムないんだよね。回復アイテムがないながらやるのってつらいんだよな。おらな、おらおら、発射してこい。あ、ちょっ、発射してこいって言ったけど当てろとは言ってねえぞ、にやろ。ちょ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 、危ない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 、死んだ死んだ、あー、もう死にかけてるわ。うーわ、もうあっぶね。いやー、これ卵食った取ってだよな。これでなんとか全開。あ、卵食う前に、まあいいか、もう一緒だ。で、これ下から今上がってきてるはずだから、そいつらを出現させないためにもこれで破壊しちゃおう。あー、なんかいろいろとすげえもったいないことばっかりしてるような気がする。そう、悔しい、もったいねえ。発射、ドゥーン。てかもうこうやった時点でさ、なんか何が起こってんだっつってさ、ねえ、サラサールさん、なんとかした方がいいと思うんですけどね、どんどん自分の偉大な城の当主として8代目だとかって言ってる場合じゃないと思うんですよ。なんかもうよそ者にさ、急にお城に入ってきたなって思ったらさ、急に大砲ぶっ放されてさ、ねえ、おめえらこれ、それ勝手に触んじゃねえよって、なんか、絶対怒られる。しかも最初にお会いした時にさ、そこに全く触れないでさ、ね、そこのアシュリーが大事なんですみたいなさ、そこも逆もう一周回って紳士かもしれないね。なんかお城のさ、この城壁とか城門を破壊したことについて一切触れないでさ、笑いながら出てくるっていうのがさ、それともあれなのかな、こう虫に支配されすぎて、もうなんかいろいろと感性バグっちゃったとか、そういうオチになってんのかな。さあ、一旦しばらくハニガンとお会いすることがなくなる、まあ、見納めですんで、皆さん、あの、今のうちにいろいろと見といてください。ギリギリ胸元が見れない、残念ですけどね。まあ、そういうオチもありますよ。まあ。I have an idea, Leon. I need you to... 急な口パク。Great. Just my luck. そうです。故障という名の電波妨害なのです。電波妨害のことは故障と捉えてもいいのかな？どうなんだろうな。微妙かもしれないね。まあいいや。じゃあ白銀取って。で、まあここからは、まあプロフェッショナルをプレイするにあたって、まあ難しいポイントにはなってくるんですけど、もうね、アシュリーの服装を。を使ったもう卑怯すぎる戦法をね、もう存分に使っていこうかなと思いますんで、はい。誰やそんなプレイなんか見たくない、つまらないって言ったやつ、うん、クリアすることが大事なんです。
クリアしないで同じところをなんかぐじゅ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 やってね、ダラ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 やる方がなんかだれてくるかなと思ったんでね。ということで、まあ使えるものは存分に使った方がね、だいたいこれまでの通常プレイの方でね、もう足引っ張られまくってるから、もうちょっとはね役に立っていただこうということでね、まあ、今回はこんな服装にしてますからね。特にそのアシュリー単独パートなんかはこれ使ってるとすっごい楽だもんね。勝手に絡んできて勝手にこけてくれるっていう、そういうオチになってるもんね。さてさて、オッケー。でもこれあれだね、面白いよね。邪教徒とかさ、まあ、村人の時もそうだったけどさ、こう他の誰かがアシュリーを捕まえたら、もうそれまでみんながさアシュリーに群がってたのに、急にレオンの方に鞍替えしてさ、おめえの方に相手してやるよっていうね。まあ所詮レオンは2人目の男っていう、そういうオチなのかなって思うけど、まあそんなことはどうでもよくって、なんかもうさっきから、まあ、本当アシュリーの悲鳴が絶えないよね。ごめんねアシュリーね。まあまあ君に危害を加えられても、実損害は出るわけじゃないから、そこは許してけろ。あぶね、危ね危ね。接近戦ではナイフの方が早い、覚えておけ。そんなね、なんかよくわかんない鉄器をブル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 振り回してる暇があったらね、ナイフを振りました。はい、ここでまさかの発狂しないよね。大丈夫だよね。あ、起き上がってきた。もう、あ、出てきた。もう来ないかなって言おうとした瞬間に出てきたね。足痛い？どんまい？キック！よし。うい、うい。弾がちょっと余ってるからね。キック。こっち振り向きながらやっとかないとね、いつ、そのアシュリーが捕まってる間にもう一体あたりがこう出てきたときに、ね、こっちにスッと向かってくる可能性があるからね。大丈夫そうか。オッケーオッケー。よいしょ、よいしょ。あー、めんどくさいことになった。こいつが一番嫌なんだよ。危ない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 。もうそろそろ邪教と追加イベントはもうなくなるはずだからさ、そのタイミングでこいつが出てきて一からやり直しなんてことになったらね、その一撃必殺だからな。でもなんかこれタイプ B って言うんですよね。タイプ C だっけ？あいつもその状態、要は独立してない状態で、近くにいたら、なんか一撃で首チョンパしてくるっていうのを聞いたことあるんですけど、でもあいつ結局倒した後さ、独立してさ、さらにめんどくせえとかって思うけど、意外とその独立してる状態だと、なんか、寿命が短くて、すぐに、ジュクジュクジュクジュって言って消えていくよね。あれはだから、その一緒に住んでるというか、まあ、帰省している相手に対して、正規か何か、まあまあ、そういうのを奪ってるからなんだろうね。フラーガーのこともあんまりよく調べてないからよくわかんないけどね。ということで、はい。よいしょ。まあ、倒れたはいいけど、とりあえず、切る。切っておいて、で、ここに、まあ、ちょっと、興奮の雨あられのお嬢さんを置いておいて、今日なんかすごい滑ってる。階段でこけたら滑っちゃうよ。気をつけなきゃダメよ、お父さん。これはこの赤い邪教度っていうのは適合率が高いとかそういうわけじゃなく、ただ単に体力が高いだけなのかな。あ、そうか、こいつ、あ、しまったな。バックドロップで倒しとくべきだったな。こっち上がってこないかな。無理だよね。でも下手に近寄ってさ、やられたらめんどくさいんだよな。どうしようかな。無理だな。こっちに行ってた。おーおお、危ね。めっちゃ近かった。よしよし。アシュリ、お前こっち来るなよ。今こっち来たら、ほんと、もらい事故するから、気をつけて。そう、そのまま。はい、動かない。オッケー。いい子だ。あとで新しい甲冑買ってやっかんな。よし。じゃあ向かっていきましょう。なんだかクリアできた。ちょっと、アイテム回収をして、城に入るための鍵を回収して、ちょっと不気味なサラザールのね、笑い声がヒヒヒヒヒって聞こえてくるな。不快に思うかもしれないけど、その声を聞きながらね、コンパと終わりにしようかなと思います。さあ。お得意2人の早着替え隊。あ、
や本当にね、こう何カップかかるまでも FG くらいありそうな女の子がさ、ニットでピッチピチの服着てさ、ノースリーブでさ、しかもミニスカだぜ。これ普通にその大統領の娘だからとかっていうの関係なしにさ、さらおうとするやついっぱいいるんじゃねえか。ちょっと大学生でさ、ちょっと悪いグループがさ、オープンカーとか、まあ、あるいはボックスカーとかなんかをさ連れ出してさ、で一人で帰ってるところをシュルッこう後ろから捕まえて、そのままボックスカー入れて全身を縛り付けて、そのままブーンって走っていくみたいなね、そんなことやってそうだけどな。 Why are you 両親の呵責さ、アディダス。クソシュールだよね。さっきまで普通の格好してたのにさ、なぜかこうゲームのプレイヤーのところに戻ったら、しれっとね、甲冑とギャングが出てくるっていうね。うわー、なんか思った以上にいたな、びっくりした。ふい、一撃で倒せな、危ないんです、もう一丁です。あうわう、あ、うん、うん、うん、なんでかよくわかんないけど、とりあえず倒せた、やった。ほい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 、オッケーオッケー、よし。あー、めんどくさーい、出てきた、発狂タイム。ほら、そうそうそう、こっち近づいておいで、こっちおいでおいで、こっち、そう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 、あい、近寄って、そうそうそう、おお、ちょっと中にもいるじゃん、やばいやばい、急いで、おうおうおう、逃げる、倒せてねえし、マジか。え、あの爆発で死なないの、相当強いな。くっそ、ちょっとまずはお前を、そうやってまだ死なない、体力超高くない。ちょっとあの樽、実はあの爆発するだけで威力は実はゼロだったとか、そういうオチ。ちょ、ほい、オッケー、これでもう死んだやろ。あん、急な、そんなよ、サイドステップエグザイルやらなくても。あれ、ちょっとまだ生きてんの、あすか、ゴシって言ってたもんな。ベリトゥベリーやるときあれなんですよね、なぜかあの音が鳴らないと死んだっていう扱いになるんだよね、普通に。ふい、キック、体力高いなこいつら。邪教徒になった瞬間から急に体力が高いんだよね。おいで、ほい、あー、オッケー。さて、じゃあ中に入ってアイテム回収して、奥の鍵を取りに行きましょう。オープンセサミ、いいね。なんとか使った分をしょ、ほい、ほい、おお、普通にうめえなあいつ。俺が撃とうとする車線のところにボウガン飛ばしてきやがった。あ、レオンが上手って。すいません。あ、レオン操作してるの僕なんですよ。すいません。ありがとうございます。褒めていただいて。さて、よし、倒した。ほんで、ちょっとショットガンの弾結構余ってっから、次出てくるやつらショットガンでぶちのめそうかね。なんかね、武器を交換するときすっごい固まるんだよね。大丈夫かなこれね。よし。はい、こっち。ドゥーン、テポドゥーン、テポドゥーン。はい、そうさらっといで、さらっといで、その間に切ってあげるからさ。ほいほい、よし、オッケー。あれ、ちょっと待って、なぜか目が痛い人がいる。レシックでもしたのかな。 ICL したいな、前も言ったかもしんないけどね。まあお金がさ、ポコッと入ってくるならいいけど、やっぱ45万か55万かかかるってなったら、ねえ、ボーナスが出たとはいい、ボーナスがねえ、ボンと出たタイミングくらいじゃないと思い切れないからね。まあ、株の配当とかでね、こう、長時間そういうのができるとか、いうオチだったらいいのかもしれないけどね。ということで、ドーン、まずは、あーん、こっち向かってきちゃった、メヨン。ちゃんと、あの、銀色の女の子の相手をしてあげて、あげて。あれ、あ、大丈夫、今、なんか一瞬、なんか、映像が発狂した映像になったけど、気のせいだったね。よし、ほい、ドゥ、あ、くそ、
ほい、ほい。で、くるっと振り返る。まだ生きてるね。もうあとはこいつもナイフだけで十分だね。まあ、プロフェッショナルってね、こう、もうほんと2回、3回攻撃食らっただけで死ぬようなくらいさ、攻撃力高めっていうか、もう防御力が低めとも言えるけどさ、まあ、ナメプーとか余裕プレイになっちゃうのかもしれないけど、ほんとアシュリー様々だよね、このあたりもね。こちら辺になんかアイテム落ちているわけじゃないね。落ちてたな。よし、じゃあ、内部に侵入してね、この辺りで終わりにしたいと思います。まあ、いよいよ城に入ってね、まあ、頑張ってくれよっていう方はね、ぜひ応援の意味を込めて、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押していただけると嬉しいでございます。では、侵入していきましょう。はい。ということでね、本日も動画最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございます。近い。ということでね、次回パートでまた城の内部を嵐散らかしたいと思います。では、また次回パートお会いしましょう。バイバイ。